はい、今回はね、北斗リバイブがや、え、の、蒼天の剣コラボが始まったんで、やりたいと思います。霞剣士郎っすね。もう、2ヶ月前ぐらいに、復活して始めて、で、やってるって、この蒼天の剣コラボがあるから始めたっていう感じっすね。で、まあ、剣士郎欲しいと。0.2%。というわけで、いきますか。その他が 99%。ああ、アイテムね。じゃあいきます。引けるだけ、もう溜めまくったんで、長くなるからね。まあ、でも、あれ、こんなサクッとしてんの？あら。まあ、石先使うか。何年引けるんだろう、これ。いや、僕、蒼天の剣、やっぱパチンコパチスロが好きなんで、サクッとしてんな、おい。サクサクいこうか、じゃあ。で、今使ってんのが、もうなんか、強さとか求めてなくて、やってんのが。もう、自分の好きなキャラだけ使うっていう感じでやってて、今 UR、なんと最後のショーと、サウザーと、ラオウ、上半身裸のラオウと、アインと、誰だっけ。アインと、あ、ジューザだ。ジューザと、レイか。白髪のレイ。で、ジューザと、サウザーと、ラオウは、好きなので、使っていきたいと思ってるんですけど、あとは、え？こんな出ないの？やばない、これ。まあ、でも、石5万ぐらいあるから。あ、来た。来い。起きた。リバイブ。かっけー。グループボーナス解放。で絶対この先も来るからコラボ。今回で玉霊が無料でもらえて、ケンシロウがガチャで出ると。で、まぁ、UR で出るとしたら、まぁ、手堅いのは、竜装部。で、坊主バージョンもあるでしょう、装部は。と、竜飛燕と、矢坂。まぁ、この辺は絶対 UR でしょうね。うん。あとは、暴強運とか、超大炎とか、その辺でしょうね。が来ると。いや、もう全部蒼天の剣のキャラ、蒼天の剣キャラだけで組んでもいいぐらい好きなんで。まあ、原作、まあ、北斗の剣も好きなんですけど、そんなめちゃくちゃ好きっていうキャラが、そんないないかな。ジャギ、ラオウ、サウザー、ジューザーが結構、まあ、そこそこ好きっていう感じ。あとパチンコが、やっぱ初代のパチンコと蒼天のね、スロットの初代と2が好きだったんで、あれほんと良かったよ。もうそっからちょっと微妙でしたけどね、蒼天の剣は。北斗の剣はまあ結構、流行りの代ばっか出ましたけど。いや、全然出ないな。どんなもん。あ、でもまだ、全然使ってないじゃん。これ何この、こいつ、この色。あ、スタンプか。スタンプが生まれるってこと。とりあえず全部突っ込みますよ、僕は。なんか、いまいちよくわかってないんですけど、なんか UR の石？ UR って書いた石とか、なんか虹色の石とかあるんですけど、僕その辺も全く使ってないんですよ。蒼天の剣のために。だからこれで霞剣士郎をバンバン強くできるという。まあ、何のキャラが強いか全くわかんないんで、で、こんだけ引いてまだ1体しか出てないからね。リリース当初はやってたんですけどね、僕これ。なんか1ヶ月2ヶ月ぐらい飽きてやめて2ヶ月前ぐらいに久しぶりに開いたらカムバックボーナスとか言って、なんかガチャ引けるチケットめっちゃもらえて、で、それで結構 UR
集めれたっていう感じなんですけど、マジでね。あ、でもね、このアイテムも結構いるんで、レベル上げに。そうだ、装備とかも一定数上げて、そっからアイテムきつくなったんで、足りなくなってきたんで、これは霞剣士郎のために取っておかないとと思って、で、これで僕の好きなキャラが、何体だ？サウザー、ジューザー、ラオウ、で、ケンシロウね。で、あと2体欲しいね。自分の好きなキャラが。あと何がいるかな？そんないないんだよな。あ、ジャギか。ジャギの UR 欲しいけど、ここで出ないよね。ちょっともうちょっと、だって、ケンシロウだけでしょ？ UR 今回。うわぁ。じゃあこう。サウザーは被ってもいい。あの、仮面のサウザーじゃなくて普通のサウザーね。が、あの、かっこいいから好きっていう。あ、シンもいいね。シンは SR 持ってるんですけど、UR はいるのかな？いたら欲しいけど。いやー。でもさすがに連発で来ないよね、蒼天の剣コラボ。あ、不動か。不動はまあ、そんなにですね。まあ使わないですね。まあ、どうせならね、やっぱ好きなキャラだけ育てたいっていう。うわぁ、全然出ないね。一応、剣士郎がピックアップになってんだよね。あ、一応若干高いのか。じゃあ出てくれよ。まだ1体しか出てないんですけど、これ。これは、あ、バーのチケットなんだ。これ引けるチケットじゃないんだね。はい。やっと半分、まだ半分いってないか。いいね。まあ、サクサクしてるけど。まだ1体なんですけどね。結構引いてるけど。いやー、いいね。これ、花の刑事も来るんじゃねって思うんですけどね、僕。だって、バキコラボとかさ、なんだっけ、バーチャファイターコラボとか来てるんですよ、これ。ってなったら、花のゲージコラボも来てもおかしくないよね。あと、なんだっけ。義父堂々とかもそうでしたよね。いや、でも、花のゲージぐらいあたりで止めておいてほしいな、個人的には。コラボするなら。いや、さすがに北斗の剣のキャラだけだときついでしょ、もう。キャラ数的に。マジ出ないんですけど。まあ、アイテムも相当ね、使うんでありがたいはありがたいんですけど、全く出ないっていう。やばいっしょ、これ。まだ1体っすよ。これは、やばいね。次いつ来んだろう。てか、年末に来ると思わなかったし、蒼天の剣コラボ。さすがに年末年始はさ、なんか、北斗の剣がメインのキャラで来ると思ったけど。やべえな、これ。マジで。やばない、これ。こんな出ないもんなんすか。俺前引いてたっけ、このランキングガチャ。引いてたかな？やり始めた頃。やばいだろ、これ。まあ、とりあえず1体は出たんで、頑張って育てたいですけど。まあ、とりあえず、お！あ、オッケー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 。いや、もうなんか思いっきりパチンコの映像ですよね、これ。
いやー嬉しいな。まあ、いずれ全員キャラ出るとして、そう天の剣コラボ、まあ、矢坂と総武は入れたいよね。矢坂、総武、ヒエンは入れたいよね。うん。で、まあ、坊主の総武は入れたくないけど、でも多分強いんだろうな。で、もう一体ぐらいケンシロウ来るっしょ。上半身裸のケンシロウとか。で、矢坂も2種類ぐらい来るかな。やっぱ、帽子かぶってるバージョンとかぶってないバージョンみたいな。まあ、ケンシロウ、矢坂、ヒエン、総武入れて、あと、まあ、ラホーもかっこいいんだけどな。まあ、その辺迷いますよね、あと2体は。もうなんか、さあ、説明がね、長くて読んでられない。なんか、必殺技のなんか効果とかそういうの。だからもうとりあえず好きなキャラだけ育てるっていう感じでやってますけど、結構飽きずにできてます。楽しいね。スキップとかもできるし。これやばくない？5万使ってますからね、石の数。もうそろそろなくなるんじゃない？このアイテムの価値もわかんないしね。なんかメンコみたいなやつとアクセサリーみたいなやつはわかるけど、あと、スパナか。この弾とかもわかんないかな、何に使うか俺。あと何回弾けんのよ。こんだけ弾いて2体か。お！マジか！終わっちゃいました。何回弾いたよ。あ、これで手に入るんだ。絶対。なるほどね。なるほど、なるほど。はい、という結果でしたね。はい、というわけで、結果ね、3体ということで、何回引いたんだろうね。ん？アップデートによる追加、これ。あ、これか。そうそう、これ。貯めてたんですよ、これ。で、これも使えるってことだよね。よしよしよし。まあ、これで何回か上げれるんじゃない？というわけで今回はね、こういう結果でしたね。かっこいいなぁ。足かっこいい。北斗の文句は俺に言えとかあるんじゃないこれ。ないか。ボイスとかあんのかなこれ。ボイスはないか。はい。というわけで、今回はこういう結果でした。これもね、ここ。大新世界。これもね、パチンコであるんですよね、初代の。はい。というわけで、今回はこういう結果でした。いや、もっと弾けると思ったんだけどな。まあ、また次のコラボ、蒼天の剣コラボ来るまで、貯めていこうと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。今見たら、ランキング1位でしたね、僕。8910。で、ちょっと剣があるの忘れてたんで、ちょっと引きますね。ちょ、これまとめて引けないの？だるいね、これ。1位でしたね。多分瞬間的にだと思いますけども。でもみんな引くんじゃない？やっぱガチ勢とか、どうなんだろう？引くのかな？こんなに。1位です。でも、2位。いや、でもこれすごい勢いで抜かされていくんだろうな。はい。というわけで。あ、ランキング報酬であるのか、これ。じゃあ、ダメか。みんな報酬で、みんな狙うから、さすがに、無理だろうね。あと5日ぐらいある。はい。というわけで、まあ、とりあえず、ね、頑張りました。また石貯めます。ご視聴ありがとうございました。